はい、皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。今日はですね、2月の何日だ、15日ですね。あ、昨日バレンタインでしたね。はい、皆さんチョコレートいっぱいもらいましたか？私はまあぼちぼちかなギリチョコですけどね今日何させてもらうかというと、あ、その前ね、あ、今日直売店に可愛いね記者の方が来てくれました。キッズ記者クラブっていうところからね、地元のなんかね新聞紙の関係かな、結構長いことね記者の方にねインタビュー受けてて、なんかこっちも緊張しちゃいました、はい、でですね、今日何させてもらうかというと、以前にですね水草の種をまいて、この緑の絨毯作っててね、それが一個あったんですよ。それがねちょっと水替えをしてる時にガサッと土がね崩れちゃったのが一個あるんですよ。それをですねなんとかねリニューアルしてテラリウムを作れないかなと思っておりまして、それをチャレンジしたいと思っております。はい、こちらです。それがねこれなんですよね。こう水でジャーって流してる時にこの辺がガサッと崩れちゃってね、今この辺が黒くなっちゃってるところがね種がなくなっちゃったんですよ。だからねこの辺にちょっとね流木をあしらったりとか、あとシダ入れたりとかしてね、ちょっとテラリウムっぽくできたらなと思っております。まずはねシダがねどれがいいかなって思ってるんですけど、まあ、結構こう細かい葉っぱがね好きなんですよね。このダバリアラビットフットってやつですね。これにしとこうかな。流木はねどれがいいかな、まあ、結構ね小さいやつがいいと思うんですよね。ガラスの中ね、大きめのガラスとはいえねそんなに 何個も入るわけじゃないんでね、まあ、ちょっとこれとかいいかもしれないですね、あとはこれとか、まあ、ちょっとこのね2つぐらい選んでおきます。あとはですねちょっとね線形のものが欲しいかなと思ってて、ヒメトクサにしよっかな、まあでもこのヒメフイリヒメセキションもいいかな。どうしよっか。はい、それではですね早速この水草の種のちょっと崩れちゃったやつをねリニューアルしていきたいと思います。この辺がね奥の方がね崩れちゃってるので、この辺に、このね、ダバリアラビットフットと、あとちょっと考えてるのはこの、ハイグロフィラピンナティフィーダ、この辺をね、うまいこと使えたらね使ってみたいと思います。ちょっと多すぎたらもう使わないですけど、はい、まず、こうね流木配置する位置をだいたい考えてですね、よいしょ、どうしようかな、こんな感じでいくかな。まあね別に流木なんてねだいたい置いてしまえばねそれなりに見えますから、まあ、本当はねこう厳密に配置とかよく考えた方がいいかもしれないですけど、鈴木は結構いつも適当ですからね。まあ、2つもいらないかな、1個だけにしておきましょう。で、このダバリアラビットフットですけど、これがね根鉢が大きいからちょっと入りきるかちょっと心配ですよね。ちょっとこっちから見よう。本気になってきた。ああ、やっぱちゃんと見た方がいいですね、これ。こうの方がいいか。ちょっとだけで、根鉢崩して土の量を減らします。はい、ということで、こちらの崩れた部分にようやくこの、ね、ダバリアラビットフットと、ハイグロピーナティフィダ、植栽が完了しました。こちらの上の方はね一旦崩れたところにちょっと種をねまたこう
あのスプラウトみたいなやつをこう上に乗せただけなんでちょっと変な感じになっちゃってますけど、まあまあ、あの一応イメージしていた通りのものができたかなと思います。じゃあね、この後ちょっとね、あの動物入れて遊んでみようかと思います。はい、それではね、フィギュア取ってきました。はい、まあこれはね、こう森のイメージっていうんでしょうかね、なんかちょっと木がうっそうとしてる感じなんで、まあ、やっぱ動物でいうとなんかね、陸のものかなとかって思ったんですけど、ちょっとパッと手にしたのがね、あとペンギンペンギンがね、あの手に取ってしまったので、ちょっとペンギンをまず配置してちょっと楽しんでみましょうかね。しかもペンギンばっかりペンギンだらけだったらどうなるんだろうね。ペンギンさんが、ここで井戸端会議してるみたいなのね、そんなシュールな感じになるのかな。はい、はい、ここでペンギンさんが会議だから、会議って言ったらやっぱ最低2人じゃなく3人ぐらいねって方がいいかな。はい、ここペンギンさん像、はい、うん、あ、ペンギンさんでももっとなんかにぎやかの方がいいかなペンギンさん、このちょっと陸っぽいところにもなぜかペンギンさんがいるっていうね。はい、あ、倒れちゃった。はい、そうだ、ペンギンさん 何体いるかっていうのをやってるのもいいかもしれないですね。あなたはペンギンさん何体見つけられますかみたいなはい、ここにもペンギンさん、はい、ペンギンさんがこっちのこの流木のとこちょっとつけね、これよいしょ、ペンギンさんここにもいるっていうね。あ、あと4体っていうね、もう全部配置しちゃえ。おいしょ、ペンギンさん、あら倒れた、こら、あら、うわ、なんかペンギンの巣みたいになってきたペンギンの巣、ペンギンの基地。よいしょ、最後の一体っす。ペンギン。あ、取った。はい、これでどんな絵になってるのかな、ちょっと楽しみですね。はい、こんな感じです。ということで、最後はですね、ペンギンさんの基地みたいになっちゃいましたけど、ペンギンさんの巣かなまあ、ちょっとね、最後かなり遊んじゃいましたが、今日はですね、水草の種をまいたのを、苔のような感じでテラリウム用仕様にさせてもらって、これはもう水は張らずにですね、シダを植えたんでね、水張っちゃダメですね。はい、ダバリアラビッドフットと、ハイグロフィラピナティフィダ、入れて、リニューアルしてみました。はい、最後はペンギンさんで遊びました。はい、それでは皆さん、さよなら。